夫に話して処分決定しています。処分、これ処分、皆さんこんにちは、ズボラ子育て日記のゆきです。今日は以前息子の部屋を掃除したと思うんですけれども、その時に私がもう疲れてできなかったので、今回はこちらの収納ですね。この収納の中に一体何が入っているのかと、処分するものと、あと引っ越し先に持っていくものとっていう風に分けて、引っ越しの作業を少しでも進めようと思っています。ここはこんな感じの収納に今のところなっています。これを今から一個一個全部出していきたいと思います。では下のものを出していきたいと思います。ということで全部出し終わりました。こっちの右側のところにあるやつがもう確実に持っていくものなので、このままにしておきます。いやー、暑かった。汗が大変なことになってます。さて、ではこの中のものがどれぐらいあったかご覧ください。いやー、思ったより多いですね。私正直もっと物少ないと思っていたので、ちょっとこれを見てびっくりしてます。ではこの中から持っていくものと処分するものと分けていきたいと思います。で、まずこちらジョイントマットですね。ジョイントマットなんですが、これは1回もうすでに引いていて、こうやってこの辺がベロベロになっているというか、息子がこうこの辺ビーって剥がしちゃうんですよね。で、剥がしたものなんですけど、これは処分なんです。なんですけれども、1回息子のおもちゃを作ってから処分するので、これは持ってきます。持ってくんかいって感じですけど、持ってきます。で、次こちらですね。こちらの箱は無印良品のアルバムです。端材を活用したアルバム3段5冊組黒 L 版132枚用5冊って書いてあるんですけど、息子が生まれてからの写真とかを保管していって、でそれをあの両親とかおばあちゃんとかに送ろうと思っていたんですけど、それが全然できずに終わってしまったので、これもこのまま持っていきます。この新しいお家で頑張ってやりたいと思います。そしてこれが工具箱です。工具箱は新しくしたいんですけど、とりあえずこれはこのまま持ってきます。これなんだ、エコバッグっていうかショッピングバッグですね。ショッピングバッグは大きい、ものすごく大きいものだけ取ってって、あとは処分したいと思うので、今ちゃっちゃっちゃっと分けていきたいと思います。
紙袋は4枚取っておこうと思います。こういった肩にかける部分が長いのっていうのは結構紙袋でも重宝しているので、これは使います。あとこっちは結構息子のおもちゃを作るときにこの茶色のもので作ることが多いので、これは息子のおもちゃ用に取っておきます。で次、はい、ミシン確実に持ってきます。よいしょ、重い。はい、で、この辺は思い出ボックスや息子のおもちゃです。これなんだっけ、あ、これ結婚式の、まあ、いくらなんでもこれはちょっと捨てられないので、これはちょっとこのまま持っていきます。で、この辺が結婚式の時のあのちっちゃい小物だったりとかそういったものになるので、これは処分できるものはどんどん処分していこうと思います。そしてこの箱2つは息子のおもちゃが入っています。まあこれに関しては今度息子とやろうと思うんですけれども、多分持ってくって言うでしょう。これですね、これには靴が入ってます。いただき物の靴なんですけれども、すごいぐちゃぐちゃに入ってるんですけども、本当に本当にありがたいですね。ね、靴って本当だったらその子供の足の形に合わせて新品のものを買った方がいいんでしょうけれども、やっぱりこういったものがあると本当にはもうサイズアウトしまくるのが早いのでありがたいです。次、はい、次こちら、これはグローブが入ってます。持ってきます。で、これが DS ですね。 DS はもう夫に話して処分決定しています。で、これが息子が作ったおもちゃとかアンパンマンゴーやらなんかシャボン玉の液とかそういったものが入ってるので、これも息子と一緒にあるので保留です。そしてこのボックスには私のスキンケアのストックが入っています。次、これ今履いてる息子のムースです。で、これはバリカンとかハサミとか髪の毛を切るようなものなので持ってきます。次、こちらアルバムです。思い出系のものはすべてこれにしか持ってないので、これも持ってきます。次、これは兜なので息子のものです。持ってきます。次、これ捨てます、処分。次、これなんだっけ、これはエコバッグ、これも半分以上多分処分することになります。次、これ処分。はい、これアイロンは持ってきます。次、この中にはカーテンが入ってます。今住んでいるマンションの前に賃貸のアパートに住んでたんですけど、その時に使っていたカーテンです。で、実はここのマンションと全く同じサイズだったのでそのまま使ってるんですね。ただちょっとサイズが合わなかった部分があったので、その部分のカーテンだけこっちに保管をしている形です。これから住む賃貸では正直カーテンじゃなくてブラインドにしようか悩んではいます。なのでちょっとこれは保留にしておいて、新居の窓のサイズなどを測ってみてからの処分になるので持っていきます。はい、次、衣装ケースが2つです。これは無印の衣装ケースなんですけど、このケース自体は持っていきます。おっとっと、これ中には息子のお尻拭きというかウェットティッシュが入ってます。これ持ってきます。次、この下、息子のおもちゃの予備軍が入ってます。これも持ってきます。次、はい、ということで無事に終わりました。処分するものがなかなかにして少ないんですよね。結構持ってくものが多くって、どうしようかなっていうふうに今ちょっと悩んではいるんですけれども、もう少し夫と息子と相談して持っていくものを減らせればいいなと思っています。では本日もご視聴ありがとうございました。